試合の感想をお願いします。まあこっちが分析した通りにはいかなかったんですけど、相手のこう固い守備っていうのとこうプレッシングがこう混ざったような感じだったんでうちで苦戦したんですけど、まあ、又吉を入れてこうラインがこう相手の間延びした状態のところでこう流れが変わっていったんで、まあ、これもいい経験かなと思います。次の試合の意気込みをお願いします。まあ、次は北高なんで、またやるサッカーはまた変わってくると思うんですが、しっかりと一戦一戦、ハードワークして頑張りたいと思います。